頭がいつ落ちてくるんじゃないかっていう恐怖との戦い。皆さんこんにちは、みちこです。イエイ、ハピライフチャンネルです。はい、ということで本日4月、うん、本日3月14日になります。皆さんご存知の通りホワイトデーです。はい、ということで3月にもかかわらず今日ね雪が降ってます。何でしょうね、何が起きたんでしょうかね。関東、東京、都内では雪が降っておりますが、そんな寒い今日でも心温まるお菓子を作っていきたいと思います。ということで、私バレンタインにポッチに何かもらったんですけど、そのお返しということでマドレーヌをねライブ配信の時にあげたんですけど、そういうのではなくってちゃんと作っていきたいと思います。で、本日作っていくのがこちらです。シナモンちゃん、かわいいでしょ。買っちゃったの。これポッチじゃない、これ似てるね、ポッチにね、すごいそっくり。こういう感じね。イエイイエイ、かわいい、かわいいね。ポッでポッチが大好きなんですよ、このシナモンちゃん。もうずっと出会った頃から大好き大好きって言ってて、いつも見つけるたびに、あ、ポッチの好きなやつだってずっと言ってるから、かわいい。これ型のケーキを作ったらとっても喜んでくれるんじゃないかなと思いまして、今日はシナモンちゃんのケーキ、こちらを完全再現していきたいと思います。で、それと一緒にこのねシナモンちゃんも入ってあげようかなって思うんですけど、これめっちゃ高かったからね。これえ、これでもいくらする、わからない、相場がわからない。5000円って普通、私 UFO キャッチャーで100円のイメージしかないですよ、こういうものは。まあ可愛いからよしとしましょう。それではレッツラゴー。今回用意したのはチョコペンの白を7本、念のためにちょっと多めに用意してます、と黒とピンクです。チョコペンを温めていきますね。おお、危ない。これで耳の完成です。それがもっと大きいよね。ポイントですね、こちら。大きな耳が特徴になるので。耳2つでチョコペン3つ使いました。こちらの食紅をちょっと使っていきます。切る、入れます、パイナップル入って混ぜると、こう、そしたら最後ポップです。可愛らしくハートになってた気がする。という感じでパーツの完成となります。それでは早速作っていきたいと思います。まずケーキの、まあ、本体ですね、使うものがスポンジケーキ1台 18cm のものです。これは焼いても買ってもどっちでもいいでしょう。今回は焼きました。で、生クリーム、これが 400cc あります。で、まずこれを形成していきますね。半分よりちょっと大きいくらいかなに切ります。切る。で、こう顔型に印をつけて、を切っていきます、ね、顔がものすごくとにかく大きいから、ちょい横長めのお顔なので、印無視しすぎてボロボロになっちゃった。こんな感じで顔です。顔、これくらいに
カットします。でこれ立てて体です。でこの体と顔を爪楊枝をこうやって刺して合体させます。立て、頭でっかちすぎてやばい、頑張れ。これで頭でか立たないで、こういう人だもん、しょうがない。そしたらこの余った立たないよ、立ってる。座ってるような感じでここをこういうふうに形成します。で足、おい、頭がでかすぎだよ、頭がでかすぎ立たない、倒れちゃうよ。足ね。おお、いいじゃん。手の分足りなくない？頭が大きすぎたんだね、これ。どうしよう。これ手でいいか。これ手だね。いや、手待って、もうちょい大きくしよう。こんな感じ？違う。どうですかね。どっちが良かったかな。あ、でもこのように余ったスポンジでどうにかこうにか転ばないように立てていくんです。転ばなければ要はいいわけですよね。ちょっと増やす。爪楊枝ちょっと増やそうか。食べるとき気をつけてください。爪楊枝が4本刺さってます。こんな感じで組み立てました。いいかな。こんな感じです。今のとこぴったりだよね。今のとこ一緒だね。この型ね、この型のをセットしてちゃんとクリームを10分立てにしますね、生クリームを。危険な部分をクリームでくっつけていった方がいいと思うんで、こんな感じで。そしたらあとはもうガンガンいきましょう。ポイントは周りからやっていって中を埋めていくスタイルらしいんだけど、楽しい。これなんか土台の形がいまいちうまくいかなかったらクリームどうにでもなるの。手、なんか本当に成功させたいんだよ今回。怖い、いつ倒れてくるんじゃないか。いいよいいよいいよ。顔いきます。顔の大きさミスったのかな。顔ちっちゃめの方がいいですね。欲張らない。もうやりたくない、つらい、怖い。頭がいつ落ちてくるんじゃないかっていう恐怖との戦い。これじゃあ全体的に動かすと危ないんだよ、ね、マジで。 OK です。そうしたらようやくパーツをつけていきます。これいい感じだね。白くて全然わかんない、見える？いい感じ。クマをホットケーキで作ったんですけど、まあ薄々ね気づいてはいたんですよね、作ってる最中に。クマ大きくない？
顔ね、ここで描きます。好きとか書いてある。ラブ。ラブ。はい、ということで完成しました。じゃん。ちょっとあんまり見られたくない部分もあるんですけど、一瞬の。まあいいでしょう。ちょっともうちょっとしっかりやってもよかったんだけど、なんかいろいろと限界だった。早くにグルってやってください。バレないように誰にも。ちゃんとこう座ってる感じは表現できたんじゃないでしょうか。では比べてみましょう。似てるよね。わかんなくない？どっちか、どっちがぬいぐるみでどっちがケーキかわかります？わかんないかもしれないから、一回これをあげてみようかな、ポッチに。そうしよう、これだよって、食べて。それで行きましょう。ポッチを呼びたいと思います。ポー、できた。ハッピーホワイトデー。今日は何の日ですか？ホワイトデー。あ、言っちゃったよね。ということで作りました。はい。ケーキ。なんかポチ君似てない？服と。え、思った？似てるな。え、何これ？え、こんなさ、ここ名前じゃない？ここしか。え、これさ、あれだよね、絶対昨日届いたやつだよね。そうだよ。なんか変な形で届いたと思った。そんな大変な感じなの？どうぞ。え、なにこれ。わかる？どっちがケーキか。え、わかるよね。え、みんなもう見た？見たよ。え、クマでっかい。クマがでっかいな。え、すごい、可愛くない？可愛い、可愛い。え、でも見てない、見て、このズボラな感じ。見て、え、なんかもう嫌になっちゃって、途中で嫌になっちゃったの？え、でも可愛い。可愛いよね。え、すごい。あ、ほっぺがハートだ。もともとハートなの？この、いや、この子って。違う。なんかこの子がハートだったからハートにした。したの？いつ買ったの？え、この人ベッドの下にいた？私のパジャマのズボンの中に入れて。食べて。食べる。食べて食べて。食べる。傾いてきちゃってるから、どんどん。前に。横にも。こんな、こんなこうやってなってなかった。どっから食べたらいい？いただきます。味なし。うん、これ何でできてんの？え、この人、チョコペン、チョコペンで全部こういうこの形に絞り出す。これもこれも。これは何？ホットケーキ。ホットケーキ？あ、ホットケーキミックスの味がする。かわいそう、どんどんなんかみすぼらしくなる。え、美味しい。え？はあ、はあ、前傾になってる。見てよみんな。やばいやばいやばい。前傾すぎる。ああ、うつぶいてる、うつぶせ。可愛くない？こういう風にもできるから、こういう風に遊んでもいいですよ、全然。え、これ何？作り方を紹介してるの？そうで。誰も作んないね。で、まあ普通にケーキとして、なんか今日はちょっとこういう感じなんですけど、うん、もっと時間の余裕があったり、めんどくさいなっていう気持ちがそんなになかったとしたら、フルーツとかを挟んだり置いたりして食べたら美味しいんじゃないかなって思います。ちなみにフルーツは買ってあります。 いっぱい。え、何があんの？いちごとバナナとパイナップル。ゴーゴーゴー。なんでそれを後で食べよう、うん、それと一緒に後で食べていこう。でも今は食べたい。ダメ、切ってないし。アザラシみたいなね。耳がなくなるとこんな、こんな違うキャラクターになっちゃうんだね。こんな病んでるんだ。敗因は頭でっかちすぎることなんですよ。なのに体今削ってるからね。欲張らずに頭の大きさを通常ぐらい。どこ行った？
確かにこいつ顔大きい。そう、顔が大きいの。それをね見ながらでだったらね惑わされたの。いくらしたと思う？3000。5000。あ、そんな高いな、サンリオ。でも触り心地すごいね。こういうさ、あげるよこっちに。メルヘンのさ家になるのかな、うちは。シナモンちゃんって別にメルヘンじゃないし。可愛い子が持ってたら可愛いよね。なんか身とかは持ち似合わない。可愛い。似合わない。でも私の方が何か似合うっていう理由があるの。ポッチに激似なんですよ、わかりますよね。ここハピライフちゃうんだよね。そうそうそう。え、だから私が一番似合ってると思う、逆にね。あー、え、これ今食べ終わっちゃったらダメなの今。まあいいけど、食べ終わっちゃうの、このまま行くと。終わり。これかじってみるの。じゃ偉くない？ラブって書いてある。これラブがすごい一番のダサポイントね。どうしようかな、書くのって迷ってて。大好きとかでしょ。なんか好きとかのだとなんか、あ、可愛いクマちゃんとかするけど、ラブって書いてある。好きはダサいなと思ったから、ラブがいいよね一番って言って。っぽい感じがした。じゃあまあという感じで満足していただけましたか。病んでんの。後でフルーツ用意してあげるから、フルーツと一緒に食べよう。どうでしたか？美味しかったです。何だと思ってた？え、ケーキかなと思った。ポッチは大満足だったみたいでした。早くイチゴが食べた。簡単にこう可愛いシナモンちゃんが作れますので、ぜひ皆さんも真似して作ってみてください。上手にシナモンちゃんケーキ作れたなって思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。